下村博文文部科学大臣からお祝いの言葉をいただきます。皆さんおはようございます。本日ここに第85回記念選抜高等学校野球大会がこのように盛大に開催されることを心よりお喜び申し上げます。全国各地の熱戦を経てこの甲子園の切符を手に入れた皆さん、本当におめでとう。入場行進での皆さんの自信に満ちた表情を見ていると、今大会も素晴らしい熱戦が繰り広げられるという期待に胸が高まります。伝統あるこの選抜高等学校野球大会が今回第85回の記念すべき節目を迎えたことは大変喜ばしいことであり、多くの人の支えがあってこそ実現した偉大な奇跡であると思います。選手の皆さん、これまでお世話になった方々への感謝の気持ちを忘れずに、この憧れの地甲子園で正々堂々プレーしてください。ひたむきに目標に向かって一生懸命打ち込んだ経験は、皆さんのこれからの人生にとって貴重な財産となるでしょう。昨年のロンドンオリンピック・パラリンピック競技大会で日本選手の活躍は国民に元気と感動を与えてくれました。あの感動を今度はこの日本で味わっていただけるよう、本年9月に開催都市が決定する2020年のオリンピック・パラリンピック競技大会の東京招致について、オールジャパンの体制で全力で取り組んでいきます。スポーツには人々を引きつけ、感動を生み出し、人々の心を豊かにしてくれる大きな力があります。時に困難に立ち向かおうとしている人の勇気の源ともなるでしょう。ここ甲子園においても皆さんの全力プレーの一つ一つが、東日本大震災の被災地をはじめとした全国の方々に希望を届けてくれることを心より願っています。一方、学校現場でのいじめやスポーツ指導における体罰によって尊い命が犠牲になるといった痛ましい事案が発生し、社会問題となっています。いじめは人として決して許されないことであり、いじめの加害者にも被害者にも傍観者にもなってはいけません。またスポーツ指導における体罰は誤った指導であることを指導者はしっかりと認識し、野球界から率先して一掃していただきますようお願いいたします。私は日本のスポーツの良さはチームワークであり、どんな時にも切磋琢磨し合いながらお互いを尊重して助け合い、励まし合いつつ共に高め合うのがその姿だと思っています。野球というスポーツを通して先生や仲間と築き上げてきた信頼と絆の力は、苦しい時
時や辛い時、必ずや皆さんの大きな支えとなってくれると信じています。結びに本大会の開催運営にご尽力いただきました関係の皆様に敬意を表しお礼を申し上げますとともに、大会の成功を記念し、私からの挨拶とさせていただきます。給仕諸君の健闘を祈ります。